私のこの包丁、今まで言ったら本当にこれを何だかの文明なんだけど、昔はその和包丁だったけど、根性しながらどんどん出る立体に取るのが四国大学の店を、これは最初に買ってこれが完成です。どうも OK です。はい、はい、これが感想です。はい、はい、はい、はまっすぐ泳ぐときには邪魔です。実はヒレが隠れたんです。ヒツができた背びれ、これが背びれの後ろ、これが尾びれ、胸びれですね。でカツオここに光線があります。これ測線、ここで温度と音を感じます。でこの白い線が元が全部、これは本当に銀色、魚が上がってきてから取れる。でこの数、こういうふうにあの切れる包丁でしっかりと押さえる、切れない包丁で力が強くしっかり押さえて、ここがいきます。これで頭切りました。もう一つの反対側から頭を切ります。ここまでが一段階で、あとあまり血を流さないようにします。この間これからこう来ましたね。これをちょっと肩を入れて、ここまで、あとこちらも同じようにこれからこう来ます。でここでこれを吐いて引っ張りますと、もうすべてきれいに取れる。はい、これが取れます。はい、ここまでがいいな。ここ入れます。ちょっと入れながら、ほんの数センチと1センチもスペースを切ります。これを開いていく。これも同じように開いていく。はい。そしてこれも弾きながら、これ引っ張ると背びれが取れます。こういうふうに。はい。それとあとは、まあ、いろんな仕方があるので、これは島式のやり方なんですけど、こう開いて背骨にしておきながら、こうして入れていい。はい、こうなんです。そうすると何か一目切りがいいと、私も自慢なんだね。骨に身が残らない。カツオ節は今で非常食。例えば森や山で一人になってもカツオ節と味噌あれば生きていられたということで、息子の標語にカツオ節を入れていただくことです。ですからもしあのいろんな人生の戦いがあるときには、カツオ節を食べていただいて、行ってみてください。次にカーブいきます。これを今度はこう横に開くんですね。ただこれだけの、で、カーブいきました。私も、市長になったんだけど、魚室とかでこういうことができるので、まあ、変わった人さんのことで非常にありがたいです。はい、で、この今日は、島道の海で取ったピンビトカツオを皆さんに好んで食べていただきます。あのカツオというのは魚で、ね、よかったら来ますよ。はい、とりあえず、はい、分かりました。行きます。あのなんか魚は生臭いという意識あるんですけど、新しいのは臭くない。はい、お母さん食べるんです。はい、魚はダメなんです。元々だから食べてみる。はい、どうぞ。はい、チャレンジしてみてください。はい、どうぞ。大丈夫、はい、はい、全然カニ焼きですよ。はい、好きなのをかけていただいて、醤油も用意してございますんで、あの爪楊枝で食べていただきますか。どうぞ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。いらっしゃいませ。はい、本日はどうも、ね、醤油に生姜がありますので、いらなければ醤油かけていただいて。はい、どうぞ。これなんですよ。よかったら俺どうしますかね。はい、